キングダムエデュケーション聖書に基づく科学担当の宇佐美実です私はジェネシスジャパンそしてラブクリエーションという2つの創造論団体の会長をしていますまた水戸第一聖書バプテスト教会の牧師をしています今日は、えー、前回に引き続き第5日に創造された生物 天地創造の第五日に創造された生物の中での昆虫ですね昆虫の15回目になりますけれども「バラエティーに富む昆虫たち」というタイトルで話をさせていただきたいと思います。皆さんは アンリ・ファーブルという人をご存知でしょうかファーブル昆虫器て言ったらもっとあそうかこの人が昆虫器を飼いたんだというふうにピンとくる方もいらっしゃると思いますねこのアンリ・ファーブルという人はクリスチャンでした聖書を信じていたんですねで彼がいた時代っていうのは進化論で有名なチャールズ・ダーウィンと同じ頃です アンリー・ファーブルは進化論は推測から成り立っているということを知っていましたしファーブルが実際に昆虫を研究してですねその昆虫で研究した結果とチャールズ・ダーウィンが言っている推論とは全く一致していないということを持ってダーウィンを批判しています。チャーールズ・ダーウィンと い,ろいろな手紙をやり取り取しているわけけですけれどもそしてチャールズ・ダーウィンはこのアンリー・ファーブルは非常に素晴らしい研究者だということを言っているわけですけれどもでもファーブルにとってみれば進化論というのは人の推測に過ぎない物語のようなものだというふうに思われていたと思います。聖書の中に こう書いてあります7編の104編の24節ですけれども主よあなたは多くのものを作られすべて知恵によって作られました被造物は地に満ちています今のは創造主役聖書ですね今度は新海訳聖書で読んでみたいと思います主よあなたの身業は何と多いことでしょうあなたはそれらを皆知恵をもって作っておられます 地はあなたたのの作られたもので満ちていますファーブルはおそらく聖書を読んで実際に昆虫たちを見てですねそしてその昆虫を見るにつけ聖書が言っているこの「地は主が作られたもの創造主によって作られたもので満ちている」あるいはそれぞれの昆虫が知恵を持って 創造主の知恵を持って作られているそのことを実感していたのではないかと思いますねですから、えー、ファーブルにとってみれば進化論っていうのはその土台がない空想話だというふうに考えていました多くの進化論者たちは進化論を信じていますけれどもでも土台がないとは思っていないわけですね でダーウィンが何を研究していたかというと例えば鳩の品種改良みたいなものですねあるいはフィンチとかですねフィンチという鳥は何に進化したでしょうか進化してないんですね実際はフィンチの中にさまざまなバラエティに富むフィンチがいるっていうだけです鳩の中にさまざまな えー、バラエティのですね、えー、羽の形とか動きとかそういったものでバラエティに飛んだだ鳩がいいるというだけですねそういう研究をしてもし鳩の中にバラエティに富んだものがこれだけいるんだからあるいはフィンチにバラエティに富むものがいるんだからそうしたらきっとこれらはもともと一つのフィンチから多くのフィンチになっただろう。また多くの 鳩がいるのは最初一つの鳩から多くの鳩に分かれたんだろうそういうのを実際に実験することができたわけですね鳩のいくつかの種を混ぜると別な種になるとかそういう実験をしましたでこのようなことができるんだったら一つの最初の動物から今日のたくさんの動物に分かれてきても不思議ではないのではないか 植物に分かれてきても不思議ではないんではないか、そう推測したわけですね。ですから、えー、ダーウィンは実際の動物たちを本当に進化しているのを見ているのではなくて種がバラエティに飛んでいるっていうのを見ただけなんですね。でも多くの人たちは進化論っていうのは事実に基づいているんだって誤解しています。 聖書は天地創造の時に種類に従ってそれぞれの動物を作ったと書いてありますで、最初の動物から例えば最初の鳩の仲間からまあ、鳩の祖先ですねそれからバラエティに富んだ鳩が生まれてきても不思議ではありませんそれは例えば皆さんの両親がいるわけですけれども皆さんに兄弟がいればですね 兄弟は全く皆さんとそっくりっていうわけではないですよね目の形が多少違ったりするかもしれません鼻の形が違うかもしれませんちょうどそのように、えー、動物もですね、えー、犬の仲間でもいろんな犬がいますそれらは一つの祖先から来ているわけですね種類に従って犬の祖先から分かれてきているわけです ダーウィンはそれをそこから先の部分を推測してですねそういう犬とか鳩とかフィンチとかが最初の祖先から分かれてきたならばその最初の祖先同士ももっと前からつながっているんではないかそう考えたということです。今日私たちはさまざまな昆虫を見ることができるわけですけれどもこの昆虫を見る時私たちは ダーウィンが言っていることに基づいて考えるのかそれとも聖書が言っていることに基づいて考えるかで実はこの「ものの見方」っ,ままののっていうのは世界観という言葉で言い表すことができますけれども世界観というのは以前にもお話ししたことがありますけれども全ての人が抱いている観念です。 でそのそれぞれの人によって少しずつ違うわけですね。でも大きく大きな違いは何かっていうと人によって大きな違いがあるのは創造主がいると考えるかあるいはいないと考えるかですね。進化論を信じていたダーウィンまあ、進化論を提唱したダーウィンは創造主はいないそういうふうに考えていました。 ある人たちはダーウィンが死ぬ時に、えー、創造主を信じるようになったと言いましたけれども実際にはそういうことはなかったんではないかと思います。これは進化論者によっても創造論者によってもそのように言われたわけですけれども実際の資料を見ていくとダーウィンが聖書を信じるようになったっていうことは 残念ながらないようです。聖書を見ますと、さまざまな昆虫がどういうふうにしてできたかということが記されています。すべての生物は創造主の知恵によって作られたっていうことが抱えているわけですね。ということは昆虫も当然創造主の知恵によって作られているわけです。 また主よあなたの御業は何と多いことでしょうこうも書いてありますただ単に知恵によって作られたわけではなくて知恵,知恵によって作られた生物があるいは環境があるいは植物が、えー、本当にそれで満ちているっていうことですね今日はちょっとそのことを皆さんで考えていただきたいなっていうふうに思いました進化論を信じるっていうことは 偶然に何かが起こってきた最初の、えー、ビッグバンというのが起こったと信じる人たちは、えー、最初は無の状態何もない状態から宇宙の卵が突然爆発してそして最初は水素だけだったのがだんだん、えー、いろんな物質がくっついてバクテリアになったりですねあるいはさらに進んで えー、魚になったり両生類になったりあるいは昆虫になったりですねそして、えー、動物の中でも哺乳類が出てきたりそして最後に人間が出てきたそのような考え方をするわけですけれどもそれらはみな推測だということですねそれに対して聖書は全てこれらの植物動物が創造種の技だということを言っています。 ではちょっと昆虫を見てみたいと思います。これはアミメアリですね、えー。いかがでしょうか。皆さんの家の周りにもアリが住んでいるでしょうか。もしアリがいるならばよく観察していただきたいと思います。これは創造主が作られた昆虫なんだ、そういうふうに考えて観察していただくといいのではないかと思いますね。 またこれはどううででしょうか蜂ですねちょうど花粉をたくさんつけているように見えますけれどもこの蜂も創造主の御業なんだ、まあ、私たちは、えー、蜂に支えると嫌ですからあまり蜂のそばに行きたくないわけですけれどもこの昆虫も創造主によって作られたまた。 これ以前お話ししましたけれどもこの動物は何でしょうか左側側ががゴキブリですね右側がシロアリですねシロアリは人によっては飼っている人もいるわけです飼育している人もいるわけですけれどもこれらも創造主の御手の技です。ゴキブリは えー、病原菌を撒き散らすので嫌われていますまたシロアリは家を食い荒らすので嫌われていますけれどもシロアリにはシロアリの役割ゴキブリにはゴキブリの役割がありますもともと、えー、天地創造の時ですねゴキブリはバイ菌を撒き散らすそういう動物ではなかったと思いますね しかしアダムが罪を犯した後世界が呪われてしまいそしてゴキブリのようにえ嫌われ者も出てきてしまったんだと思われますえ、この右側の写真は何でしょうかこれは七節ですね見えますでしょうかちょうど枝のようにしか見えないかもしれないですけれども ナナフシという昆虫です、えー、これはあのオスま時、あ、々メスもですけれども、えー、オスは羽を持っていてそしてメスはまず羽を持っていないですねまた左側もナナフシの仲間ですこれは、えー、この葉のような形をしていますそして、えー、擬態するわけですね葉っぱに隠れて見えなくします これも創造主の見手の技ですねそれからこれは子どもたちの大好きな昆虫の一つですカブトムシですね日本のカブトムシですこのカブトムシはまあ、えー、しばらく前虫キングとかですねいろいろなテレビ番組などもありましたし昔から 日本では昆虫の中で最も使えている昆虫の一つですね以前私がオーストラリアに行った時この日本のカブトムシをちょうど二回りぐらい小さくしたような大きさのカブトムシに出会いましたヒメカブトという名前ですでオーストラリアにいるヒメカブトは日本に持ってくると害虫になってしまうので。 持ってくることができなかったんですけれどもそっくりなんですね日本にいるカブトムシがどうしてオーストラリアにいるカブトムシとそっくりなものがいるんでしょうかこれは進化してそれぞれの場所で進化して偶然にそういうふうになったんでしょうかそうではないわけですね聖書から考えるとノアの箱舟に乗って 出てきた昆虫の中にはカブトムシもいいたと思いますねでそのカブトムシが数世代にわたって繁殖するにつれてまたそれぞれのカブトムシがどこに移動するかによってそれぞれの場所での固有のカブトムシに変わっっていいたと思いますそれはちょうど犬にはいろんな品種があるようにですねカブトムシにもいろいろな品種があります。 それは住む場所とかあるいは、えー、遺伝子によってどういう形になったりというまた大きさになったりということが決まっていくわけですね次の写真これはやはりカブトムシに並んで、えー、最も人気のある甲虫の一つですねこれはノコギリクワガタですクワガタムシ皆さん好きでしょうか 次の写真はこれはテントウムシですね数回前に三浦織りの話をしましたこのテントウムシはちょうど羽を広げているところですねそしてこれが折りたたむ時にはパッと一瞬のうちにきれいに折りたたんでしまう私たちは紙を折るときに 一遍でこう小さくするっていうのはなかなか難しいわけですけれどもミューラ博士が発明したミューラオという方法で大きい紙を小さく畳むことが一瞬のうちに小さく畳むことができるようになりました実はすでにその同じ方法が昆虫の中に取り入れられていたそれは創造主が そのような方法を使っていたっていうことですね。それからこのモンシロチョウ、み、えー、さんは、えー、よく見かけるでしょうか。春先になると、えー、出てきますけれども、これも、えー、皆さん足は何本見えますか。六本見えますでしょうか。以前お話ししたことがある縦葉鳥の仲間は。 四本しか足が見えないと思うんですね。それからこの虫は皆さん最近見たことがありますか。これはタマムシですね。このタマムシがなぜきれいに光るのか不思議だと思いませんか。このタマムシのが光るわけですけれども別に あの色で光っているわけではないわけですね。以前もこれもお話ししましたけれども構造色という、えー、特別な方法で光いろいろな色に光っているわけです。この、えー、アゲハチョウもそうですね。青く光っていますけれどもこれも構造色によって光っているわけです。このアゲハチョウの羽をですね、例えばすりつぶしたとしたら。 同じように青く輝くでしょうか輝かないんですね全く色がなくなってしまいますこの構造色っていうのはちょっとおさらいですけれども例えばこの右上の写真ですけれどもこれはプリズムに光が当たっている様子ですプリズムに光が当たると光がいろいろな色に分かれますよねこれは波長の違いによって色が分かれるわけですけれども実はこの プリズムによって色の波長が分かれるように構造色っていうのはその光の反射の具合ですね波長の違う光が、えー、飛び出してくるあるいは反射してくるのでそして私たちはいろいろな色に見えるわけです左下のシャボン玉の写真ですけれどもこれは実際にシャボン玉にこういう色がついているわけではないんですね光の その加減で波長がさまざまな色になって出てくるわけですまた右下の写真は CD ですねで CD もいろいろな色に見えます反射して見えますこれもその構造色というものですね CD 自体に色がついているわけではありません構造色のある生き物はたくさんいます 鳥の中にもいますし、えー、蝶々の中にもいます。で、人はこの構造色を利用して、えー、今は布を折ったりですね、あるいは化粧品なんかを作ったり、そういうふうなこともしています。昆虫のことを考えていくときに、たくさんの昆虫がいるっていうことがわかります。主な昆虫の種類を挙げてみますけれども。 甲虫の仲間カブトムシとかゴミムシの仲間は三十五万種いますまた蝶の仲間は蝶とかガの仲間ですね十七万種またハエの仲間ハエとかカアブの仲間ですねこれが十五万種世界中にいますハチとかアリの仲間十一万種います またカメムシモク、セミとかカメムシの仲間ですねこれが世界中に8万2,000種いることが確認,確認されているわけですね。またバッタ黙これはバッタとかコオ,リのコオロギの仲間ですけれども、えー、これが2万種いる。そしてトンボ黙これはトンボの仲間ですけれども5,000種ぐらい知られています。で この数を皆さん足してみるとものすごい数になるっていうことがわかると思いますね。でこれらは創造主が種類に従って作ったものであるっていうことです。進化論者たちはこれをこれが何億年もかけてさまざまな種に種類に分かれてきたんだ。元々は一つの昆虫の祖先から 今日のたくさんの昆虫に分かれてきたんだと主張するわけですけれども、実際にその証拠はどこにもないわけですね。誰もそれを見ていたわけではないわけです。逆に聖書はこれらの昆虫すべてがですね、創造主によって作られている。で、実際に創造主が作られたのはこの種をそれぞれの主を別々に作ったのではなくて、それぞれの種の元となる 親の種種でですね種類ですねね類一つの種類を作られてそこからバラエティーに富むさまざまな種の同じ種類の昆虫が出てきた分かれて出てきたっていうことが聖書から分かる種類に従って創造されたということです。聖書を見ると先ほど読ん,で読んだ詩篇の104ペの24節を見ると。 あなたはそれらをみな知恵を持って作っておられます。地はあなたの満ちたもので満ちています。そのように書いてあります。今、えー、見た昆虫の数ですね、種類。それを見ると昆虫だけでも地が作り主によって作られたもので満ちているということがわかると思いますね。この詩篇の作者は昆虫だけを指して、 そのように言っているわけではもちろんありませんさまざまな動物鳥とか、えー、哺乳類とか両生類あるいは魚とかですねそういったものすべてが種類に従って作られていてでそれぞれの置かれた場所で生息しているわけですね地はあなたの作られたもので満ちています本当にその通りだなっていうふうに思わされます このようにさまざまなバラエティに富む昆虫を見てきたわけですけれども、今日は一つもう一つ昆虫を紹介したいと思います。それは昆虫一のハンターと言っても過言ではないと思われる昆虫です。皆さん何だと思いますか？カマキリです。カマキリは、えー、葉とかですね、木とかですね、いろんなところにとまってですね。 じーっと動かないでいでますそして待って待って待ってじーっと動かずに待ってで目の前を、えー、虫が通ると瞬時にその釜を伸ばして、えー、捕まえるわけですね。進化論を信じる人たちはこのカマキリをどの仲間に分類しようかっていうことでいろいろ迷いました。 ある人はゴキブリの仲間に分類しましたまたある人はバッタの仲間に分類しましたカマキリは他の昆虫と何とかして合わせようとしても実は合わない動物なんですねその理由の一つはカマがあるということですなぜこの昆虫はカマがあるんでしょうか どのように進化したらそういうことが起こるんでしょうか釜がなかった時代のカマキリというのはあるんでしょうか進化論を考える人たちはそのようにいろいろ考えるわけですね何に基づいて考えているでしょうか推測に基づいているわけですね推測というのはこのカマキリは他の昆虫から進化してきたに違いない という推測です何かカマキリが順々に進化する過このある人はバッタの仲間にしたりある人はコオロギの仲間にしたこのカマキリですけれども聖書に基づいて考えるならばカマキリはカマキリの仲間としか言いようがないんではないかそう思われます。 でこのカマキリですけれども全世界に約2000種存在していますで特に亜熱帯地方とか熱帯地方に多く住んでいるわけですけれども日本にもたくさんの種類が住んでいるわけですこのカマキリですけれどもこの写真を見てくださいこの釜の部分を見ていただくとどんなに鋭い棘になっているか っていうことがよくわかるのではないかと思いますでこのカマキリはカとかガとかハエとかそういったものを食べるわけですねで、このカマキリの大きいものは時には、えー、カエルとかイモリとかあるいは小さな鳥なんかも捕まえて食べるものもいますで、このカマキリが 他の昆虫と決定的に違う点がもう一つあります。それは何かって言うとカマキリの首なんですね。首というか頭首の付け根といったでしょうかね。あの人はあの首を回すことができますよね。こうあまあ、頭を回すって言った方がいいでしょうかね。こう自由に左を見たり右を見たりできます。皆さんは昆虫で 左を見たり右を見たりできるものって思い浮かびますか例えばバッタはどうでしょうかバッタはくっついてますよね胴体と、えー、頭の部分がくっついているように見えますあっち見たりこっち見たりっていうのはできないですよねカブトムシはどうでしょうかカブトムシも頭部と、えー、胸の部分ですね胸部がくっついていて あっち見たりこっち見たりできないですよね。昆虫の中で。唯一と言ってもいいぐらい。あっち向いたりこっち向いたりできるのが。このカマキリです。他の昆虫は少しは動かすことができるにしても。カマキリのように右を見たり左を見たりっていうことができないんですね。で、この。カマキリは。その首をむ。あっち向けたりこっち向けたりできることが。 ハンターとしての強みになっているっていうことが言えると思いますでカマキリは穀物に害をもたらすさまざまな虫を食べるので農家の人たちにとってみれば益中ということが言えるのではないかと思いますで日本に住んでいるカマキリの中にはハラビロカマキリというのがいるんですけれども皆さんも見たことがあるでしょうか でこのハラビロカマキリの中には時としてハリガネムシという寄生虫が住んでいますこの左側の寄生虫がそうなんですけれどもハリガネムシと言います、えー、こういうのがカマキリの中に住んでいると思うとちょっとゾッとするかもしれないですねでこのハラビロカマキリが寄生されるとですねこのハリガネムシがこの寄生した虫を 水辺に連れていくという習性があります私たちにはそれがどのようにしてなされるのかっていうのは不思議ですねで、例えばこの寄生されているハラビロカマキリを水につけたりすると中から針金虫が出てきますなぜなら針金虫は水の中に産卵するからですね ある研究によるとこのハリガネムシがいることによってさまざまな昆虫が水に飛び込んでくるわけですね。そうすると魚たちはそういうい飛び込んででくるる昆虫を食べるわけです。実験者がその昆虫が水に飛び込まない,なまないようにさせたときにどうなったかっていうと、えー その魚たちは水性の昆虫その水の中に住んでいる昆虫を食べるようになってしまいましたそうすると今度はその水の中の生態系ががらりと変わってしまったっていうことですねそういう意味ではこの針金虫も環境を守るために人役をっているっていうことですね皆さんはなぜこの針金虫が虫を 水辺に連れて行くというあるいは水の中に飛び込ませたりですねそういう不思議なことをする理由がわかるでしょうか私には分かりませんけれどもそのような指令を出すことが知られているんですね創造主は私たちに無理強いをするようなことはなさいません私たちが聖書を無理やり信じ込むようにですね あるるるいいは創造主がおられるというのを無理やり信じ込ませるそのようなことはなさらないわけですけれどもでもこの世界を私たちが見てそしてこの世界に創造主がおられるたくさんの昆虫を作った創造主がおられるこの方は一つ一つの昆虫をその知恵を持って作っておられるんだそのことを知るときに私たちは 創造主の凄さを知ることだと思いま,すねまたその創造主は最初の人間であるアダムが罪を犯したあとすぐですねその罪の人の罪の身代わりとして救い主を送ることそれを約束されましたそしてそれが今から2,000年ほど前に来られたイエス様ですけれどもイエス様は 罪をを犯ささずに生涯を過ごされましたそしてイエス様はそのことによってですねモーセを通して与えられた立法を全うしたわけですあるいは完成したと言ってもいいでしょうかねイエス様はこの立法を完全に守られたことによって立法の役割を果たされたわけです。でその 立法を完成させられたイエス様が私たちの罪を負って死ぬことによってもう私たちも一緒にキリストと共に十字架にかけられて死んだというそういうふうにみなしてくださることができるそういうふうに創造主は定められたわけですね。ですからこういう自然を見てさまざまな動物がいるのは これは創造主の知恵によるのだ、そのことを知るとき、私たちは創造主によって作られたのだということを知ることができます。そして私たちは罪を犯してしまう存在ですけれども、その罪もイエス様がもう十字架にかかって私たちの罪のすべての罪の刑罰を受けてくださったということを教えていますので、それを信じるならば、 永遠の命が与えられるこれが聖書の約束ですそのように創造主は英知人富また救い主を送り私たちを愛してくださる方です私たちが自然を見るときこの自然はまた自然の中にいる生物たちは創造主の御手の技なんだっていうことを 考えたいいと思いますねまたそれぞれの虫一匹にしても創造主の愛が注がれているっていうことを考えていただきたいと思います。